前節の拓殖戦を振り返って、相手にボールを支配されることが多く苦しい時間帯が続きましたが、チーム全員で体を張って守備で守りきり、2対1で勝利を収めることができました。次節は慶応大学戦です。5連勝またリーグ昇格に向けて、もう一度チーム一丸となりいい準備をして試合に挑みたいと思います。応援よろしくお願いします。